それではお話をお聞きしてまいります。おはようございます。おはようございます。はい。いよいよ今年の幕が開けるわけなんですけれども、この地元の新春レースでドリーム戦一号艇に選出されたお気持ちはいかがですか。はい、えっ、ー、ととても光栄に思っています。はい。昨年はこのオール岡山で優勝して一年間突っ走りましたね。そうですね。まあいいリズムに乗れたかなと思います。はい。ダービーで SG 初輸出もありました。G1 でも輸出、G2 でも輸出ありました。 1>, 1年間振り返ってコンスタントだったようですがご自身の評価としてはいかがですか、はいえー、っと,とても充実した1年になったと思います、はい、その1年を踏まえて今年はさらにステップアップを狙っていらっしゃるかと思いますが具体的な目標などは考えておられますかす、うん、そうですねやっぱり賞金王決定戦に出場したいなと思います、はい、もう一つ最高峰の舞台やということになりますね、はい、去年はこのオール岡山を勝った者がその1年間活躍するという片山明さんの予言を信じて、はい。 突き進みましたがそのようになってますねこの2年間。そうですね、うん、その通りになりましたはい。はい。そして今年も滑り出しよく行きたいところですが今回手にされたのはここまで優勝が3回ある49号機なんですが全県昨日の手応えはいかがでしたか。えっといいと思います。はい。はい、昨日は練習終わって姿が見えなかったんですがずっとプロペラを叩いておら,おられたようですね。そうですねちょっと試したい形があったので。はい、それに。 叩きました。はい、ご自分でこうしてみたいなという形に、これはあのすぐに焼きを入れているんですか、プロペラをやっていらっしゃいましたが、形を固定させるというのもあるわけですか。そのプロペラを叩いて、しはい、いてよしこれで行くぞという形に。そうですね。まあ、これで行こうかなと思います。もう今日は乗ってみられたんですか。はい、乗りました、はい。乗ってみられた感じはいかがだったでしょうか。うん、良かったです。はい、具体的にはどのあたりに手応えを。ね、スタート行き足から伸びにかけては。 まあ自分の中では納得しています。はい、ではこのドリーム戦インからのスタートというのも自信を持っていきそうな雰囲気で,いいです、ね。すあ、そうですね。しっかりいきたいと思います。はい、わかりました。それでは今節への意気込み、今年へかける意気込みをファンの方にお願いいたします。はい、えっ、ー、と、今日はあの柳原茂さんが見に来ているので。えっ、ー、と、恥じないレースをしたいと思います。見ててください。はい、力強い言葉をいただきました。一号艇の山口達也選手でした。